What's up guys? ケントです。ダットです。ということでね、今回ですね、ちょっと白 T 紹介なんですけど、はい、ちょっと今までも、まあ、いろいろね、白 T 紹介やってきたんだけど、またね、ちょっと面白いものを見つけてしまったんで、はい、紹介しようと思います。でこれ何が面白いかというと、こちらですね。はい、こちら、世界初のコーデュラを使った白 T ってことで、はい、ね。すごいですね。そう、世界初です。はい。ね。うん、で、まずね、このパック T、まあ、見た目がもうかっこいい。かっこいいよね。まあ、パックって言ってるけど、うん、1個しか入ってないんで、はい、厳密にはパックにじゃないんだけど、こんな感じのパックに入った T シャツということで、はい、ね、これデザインいいね。デザインいいっすよ、うん、前もいいし、後ろも本当に全部ね英語表記で、うん、なんか日本のものとは思えない感じの ね, ね。でちゃんとね、あのスペックっていうかね、うん、身長は何センチの人はミディアムサイズでとか、サイズ表記もか、ね、丁寧に書いてあって、うん、すごい良さそうですよ、これ。良さそうだね。はい。前戻ると、真ん中にブランド名が書いてあります。うん、はい、こちら、ファブって書いてあるんだけど、はい、ファブっていうのが、フォースアベターのこう頭文字、うん、FAB を取って、ファブっていうね、うん、まあ、ブランド名なんですけど、このフォースアベターって何なのかというと、うん、まあ、これ T シャツブランドです、はい、実は。無地の T シャツブランドで、2019年にできたブランドです。このブランドのコンセプトがプラスワン機能を備えた、ね、うん、こう商品を作るというのがこうコンセプトになってて、まあ、フォースはベターということで、まあ、より良いものを作るというか、うん、プラスワン機能を作るというものになっています。で、この T シャツが何をプラスワンしたかというと、うん、コーデュラを使ったというところですね。はい、うんうん、これ以外にもなんかミリタリースペックをプラスワンした T シャツとかもやってるらしいんで、結構なんか面白そうなブランドだなっていう感じですよ ね、うんうん、で今回こちらなんですけど、まずさっきからコーデュラって言ってるんだけど、うん、コーデュラとは何ぞやと、ね、はい、ところなんだけど、コーデュラっていうのは、まあ、簡単に言うとナイロンです、うん、ナイロンなんだけど通常のナイロンより強度が高い、はい、まあ、コーデュラファブリックっていうね、うん、インビスタ社っていうアメリカの会社が作っている、まあ、この生地で、うん、本当糸からこうちゃんと作ってるんで、その糸は強度が強くて、生地にしたこのコーデュラ自体も生地が強度が高いという感じのナイロンです。だからこの T シャツは、まあ、うちら結構コットン 100% のこの T シャツが好きなんだけど、ナイロンとコットンのコンボの T シャツになります、はい、そう。でしかもコットンも USA コットン使ってるんで、うん、まあ、ちょっとうちらが好きそうなこうドライ感とかもありながら、こうコーデュラ入ってるんでちょっと強度がちょっと高くなってて、うん、どんな感じなのかちょっと楽しみなんだよね。確かに、うん、まだね実際開けてないんで、ないんだよね、そう、どんな感じの、うん、触り心地なのかっていうのね、ちょっと楽しみにちょっと開けていきたいと思います。そう、だって 40% がナイロンで 60% がコットンなんで、うん、本当肌触りが気になります。俺そうだね、うん、開けてみましょうか。開けよう。こちらです。あ、おいいよ。あ、生地がこんな感じのね、あ、うん、熱い結構ね。そうね、温室結構、うん、あるような、うん、感じですね。あ、良さそうですね。良さそうね、うん、広げるとねこんな感じです。形としては結構ボックスに近いのかな、うんうん、だいぶ身幅もあってこう袖丈も多少あるよね。そうだね、うん、着ないと分かんないけど、うんうん、良さそうな雰囲気ですね、うん、でタグがねさっき USA コットンついてて、こちらもコーデュラのね、うん、タグがついてます。確かにねこう見るとナイロン入ってるんだなっていうのはちょっとね、うん、肌触りっていうか、うん、光沢感があるんだよね、うん、ナイロンの。そうだね、若干こうやった時に、うん、だけど光沢感ありすぎる感じもなくて、そうだね、若干言われたら、うん、こうなんかねコット 100% ではないのかなみたいな雰囲気の感じです、うん、であとね、うん、このやっぱコット 100% だと結構肝を立つじゃん、うんうん、それがナイロン入ってることによってあんまり目立たないんだって。あ、なるほどね。そうだからそこもなんか良さそうだなっていう感じですよ、うん、これ最初確かに、うん、ちょっとこれ楽しみだね。楽しみだ。着てみますか。着てみましょう。ちょっと、うん、ということで来たんですけどいいですね、もうなんか良さそうっすよ、見た目も。まず、うん、シルエットがすごい好きです。ね。うん。サイズ感とシルエットがめちゃくちゃいい。うん。こんな感じです。こんな感じ。ね、丈感とかも、袖の長さ、うん。長さいいね。肩が俺、肩幅広いからさ、うん、結構なんかここがちょっときついとかあるんだけど、うん、
いい感じの確かに肩幅の、うん、確かに肩幅広いのに、ね、若干落ちてるもんね。若干このね肩の端ぐらいも落ちてるんで、うん、これいいです、うん、で気になる着心地です、うん、着心地この素材感、うん、いいです。いい、うん、すげえサラッとしてて、うん、なんだけどこのやっぱスポーツウェアみたいな、うん、ポリ 100% の、 あの嫌な感じ、うん、じゃなくて、うん、サラッとしてんだけど、うん、コットンの雰囲気もちょっとある、うん、だけどやっぱこのサラサラ感は多分夏ねコットン100よりは暑くないのかな、うん、じゃそこがね分かんないから、うん、まだ暑くないから、うん、でもなんか今着た感じはすごいサラサラしてて、うん、めっちゃいいです、うん、であとね、うん、皆さん気になるあの透け感ね白 T といえばあるんですけど、うん、それがないっすよ多分これゼロ全然透けない結構こうやってやったら普通透けちゃうよ、うん、でしかもこれ音数ね確かにちょっと結構分厚いでしょ、うん、結構分厚いだけどやっぱナイロン入ってるから、うん、なんかサラサラなんでしょ気分そろそろナイロンは多分軽いからその音質的なその話ではさ、うん、もう重さだからさ、うん、もう言い表せないじゃん、うん、確かに、ね、だから厚いんだけど音質自体はもしかしたら低いというか、うん、そういう感じかもしれないね、うんうん、でこう詳しいディテールなんだけど、うんまあ、さっき言った身幅とかはこんな感じで結構良くてシルエットもすごいいいんだけどまずここですねこの脇下丸胴じゃなくてこの感じで横割りの感じです、うん、縫い目がここにありますなんでまあ普通の T シャツだと結構この縫い目があるとねこう干渉しちゃってちょっとこう着心地悪いなっていうのもあるんだけどこれはね身幅が広いから全然ここの干渉はないです、うん、でこちらでここにねコージャのタグもついてるんでちょっとアクセントとしてもね、うん、いいと思いますでこのリブも今のところ全く何て言うんだろうこの意識してないぐらい、うん、なんかリブどうだろうって意識しか来ないぐらいなんかこう特にこう変な感じもしないんでそこはいいめっちゃいいと思いますここうんで伸縮性もねめっちゃ伸びるどうなんだろう伸縮性はそのめっちゃ伸びる感じがないんだよ、うん、だけどまあここは結構広いのかな首周りがなんで苦しくもないし伸びすぎもしないんで逆に言うとここがそのテロテロになるってことはないかもしれない、うんうん、選択してってもでさっきね着る前にちょっと縫製見てて、うん、縫製のところで言うとこういう肩とかは叩きがされてないんで、うん、まあ後ろが縫った場所がちょっと干渉しやすいような、うん、こう縫われ方してるんだけど、まあ、着てる感じはそこまでねこう変な感じもないんで、うん、まあ着てる分には全く問題ないです、うん、後ろはねこんな感じマジシルエットがいいんだけどねいいね、うん、探してたぐらいのこの感じ確かにね長さがあって肩落ちる、うんうんうん、ちょっとね俺も着てみたんですけど、うんこれいいっすね。いいよね。着心地も相当いいよ、これ。そう、いいね、マジで。なんだ、柔らかいね、やっぱね。うん。ナイロン入ってるから。柔らかいって、コットンは柔らかいんだけど、なんだろうな。着心地が、だから、その、やっぱり、肝、なんか、肌触りも、肝、うん、がかかってないから、なんか、そうそうそう。いいね。さらっとしてるよね。さらっとしてるね、マジで。確かに、シルエットもいいな、これ。確かに、生地強度あるから、うん、伸びとかにも強いと思うね。確かにね。うんうん、T シャツよりは伸縮性どうなんだろうね T シャツの方がベロンス伸びちゃいそうな感じしない、うん、確かにそうあるねだから柔らかいんだけど張りがあるんだよなんか伸びなそうな感じ でしかも多分これ洗ってもねシワとかもなりにくいんじゃない確かになんか今ねオリジナルちょっとあるけど、うん、だからでもそんなないよね、うん、あんまなんかシワも出なそうな感じでめちゃめちゃいいなこれこの袖の丈感良くない？いい。袖丈。うん。まあ、正直ね、そんな期待しなかったんですよ。ね。なんかちょっとね、面白そうだなと思って買ったら、うん、いいねこれ。いいね。うん。なんか縫製もね、逆に言うとこだわってなんだろうね、うん。このちょっと雑な感じもなんか相まって良くない？確かに。こだわりすぎてもなんかちょっと、うん、あれだけどなんかざっくりした感じで、うん、いいよね。ね。まあ確かに、フォーマーサイズだから、うんまあ、気にならないし、うん、ね、それで、縫製で、うん、めっちゃ高くなっちゃうね、結構。うん、で、その感じで、うん、ではプラスワン機能ということで、うん、コーディア使ってる、うん、こう生地を変えるという。めっちゃいいです。いいっすね、うん。
ってことでね、はい、着てきたんですけど、うん、いいですね。いいね。マジでいいな。うん。うん、で、しかもさ、うん、安いんだよね。安いんだよ、これ。そう。うん、だって、USA コットン使って、うん、しかもナイロンもコージュラ使って、うん、5,000円だから。5,000円。なかなかコスパもいいしさ、ね、本当にいい T シャツだったなって感じですよ。うん。うん、もう1枚欲しいぐらいな感じだよね。うん、で、実際まだ洗ってないんで、こっからどうなるか、確かに。わかんないんだけど、まあ多分ね、この起毛感は確かにコットンよりは出なそうだし、うん、この感じなんで、うん、なんか意外とやっぱへたれにくそうだし、そうね、ちょっと今後着込んでってどうなるかもちょっと楽しみな、うん、そうね、ね、T シャツだね、これ。うん、で本当ね、特に生地も良かったんだけど、うん、俺的にはこの袖とか肩幅とか、うん、このシルエットがすげえ良かった。絶妙だね。うん、着丈とね、うん、ここのバランス。そう。絶妙っすね。絶妙に。うん、いいです、これ、ほんと、うん、シルエットが、うん。で、タグはね、こんな感じで、この USA コットンのタグはあるんだけど、ここはタグレス仕様になってて、うん、こんな感じの製品表示とかも書いてあります。はい、うん、まあ、今まで T シャツいろいろ紹介してきて、うん、まあ、大体コットン 100% が多かったんだけど、うん、まあ、本当 T シャツって言っても結構、ポリの、ね、うん、入ってるやつとかもあるけど、うん、ナイロンでしかもコーディラっていうね、うん、もう世界初の生地なんで、うん、それがまたいいね、うんうん、ポリよりやっぱなんかいいんじゃないこれ。いや、いいよ絶対に、うん、これはおすすめです。これおすすめですマジで、はい、ね、うん、まあ詳しくはね概要欄にリンクも貼っとくので、よかったらチェックしてみてください。で、こういう方ですね、あのコメントこちらにちょっと紹介してほしいとかいう、なんかおすすめ商品とかあればコメントでどしどしいろいろ書いてみてください。はい、あ、そういえばあれだ、13万人13万人突破しました。ありがとうございます。で、ここからやっぱ20万人、うん、30万人そう行きたいんで、ね、まあ、コメントね、チャンネル登録、うん、結構本当にね、チャンネル登録見てる人の半分はチャンネル登録してないんだよ、あれ。そうだね、うん、ね、比率で言うとね、そう、うん、だからぜひね、このポチッと押してもらえると、はい、まあ我々もね20万人に近づくんで。無料なんでね。そう、無料なんで。はい、そう、お願いします。お願いします。ではですね、次のところでお会いしましょう。バイ。